GNOME 辞書とは、エマニュール・バッシュ等によって C 言語で書かれたディクショナリークライアントである。これは GNOME デスクトップで利用可能なオープンソースなソフトウェアであり、ノーム・ユトルズと呼ばれるメタパッケージに含まれて配布されている。GNOME デスクトップのユーザーは、このソフトウェアを使うことで、その単語の意味を定義している。 元の辞書に遡って調べることができる。GNOME 辞書は当初 g デ d i c t と呼ばれたディクショナリープロトコールのクライアントであった。これはブラッドフォード・ハビナン・やス・ピロス・ポップ・ディミトリ、マイク・ヒューズ等によって開発されたものであって GNOME1X リリースの際にはノーム・ユトルズのメタパッケージに含まれた。GNOME のその他一連のアプリケーションに 付属するものとして、アプレットやパネルに追加された。GNOME 2.0がリリースされて、しばらくの間、GNOME 辞書を直接メンテナンスする開発者が不在となったため、クディクトの基本コードをメンテナンスすることが不可能な事態に陥った。そこで、2005年10月、GNOME 辞書の現在のメンテナーである、エマニュール・バッシュはこの、 プログラムの全部をスクラッチから書き直すこととし、古いコードを削除することとした。こうして新たに書き直された GNOME 辞書は GNOME2.13 開発版に追加されて GNOME2.14 でユーザーに公開されることとなった。この新しいバージョンでは複数の辞書から検索することが可能となり、画面に表示された定義を テキストファイルに保存することができるようになった。インターフェースはよりわかりやすくなった。グディクトチェインジェラグ、ハットイーメールオンザノーム、ユトルズメーリングリスト、アバウトザリデザイン。ありがとうございます。